はいどうもこんばんは、カズマルクスと申します。それではね、本日もマリオカート8デラックス 200cc で遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。第1レース目はドラゴンロード 200cc にてですね、よっしゃケツはい、早速ケツに食われる黒ヨッシー、腹黒ヨッシー。今回の動画はですね、ご報告というか非常に嬉しい出来事がございまして、昨日に12月26日クリスマスの翌日ですね、マリオカート8デラックス 200cc ビッグブルー12時間ぶっ通し生放送というものがございまして、詳しく知りたい方は概要欄のアーカイブの URL ぜひねご覧ください。ということで、何がね嬉しいかというと、なんとですね、僕の動画初めてゲーム動画の急上昇ランキングに乗りまして、42位ということで、すごーくねありがたかったですね。光栄なことに。これはもうテレサ来る前にとっとと消しちゃって、さあ腹黒ヨッシー来てますけど、まずね1レース目はビッグブルーで急上昇記念に乗ったということで、ビッグブルーカスタムの、いやーそこ来るか、いやーここで赤引かれたらマジで最悪なんだよな。さあウルトは貯めていきましょう。骨クッパちゃんで G フォースリーフタイヤの方を使ってですね、いやボム兵率高いな。でまたボム兵効くんじゃないかな。あバナナか。さあ赤コーラ一発、あ壁消しできないか。うーん、まあ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 、なんとか。いやー押した押した、やばいやばい、後ろ来てないよね、危ね危ねちょっともう焦りすぎてね、しかも朝から撮ってるんで、張り切ってね今回は動画の方ね撮影してまいりたいと思います。骨クッパちゃん1位ありがとうございました。ということで2レース目からいつも通り視聴者リスナーからいただいたお手紙リクエストに答えながら走っていきましょう。よろしくお願いします。それでは第2レース目やっていきましょう。続いて当たりました、コースは巨大な青ビッグブル。いや今日ね急上昇に乗った記念で動画をね撮影しているんですけども、人数がね再び密集地帯になってきたんで、動画撮影また再開していきたいと思い、マルクスとよろしくお願いします。今回ねスーパーコメット好きの方からコメントあったんで、悪い字のスーパーコメットに、あとショートカットも禁止縛りやってみたいなと思います。モースーさんからいただいたね。でビッグブルーはねショートカットが醍醐味で面白いコースなんで、ちょっとこれがねなくなるとかなり厳しいんですけども、サンダー頼む、あまあそうだサンダー頼む、てめてるさふざけんなよ。これちょっと低い順位でアイテム取ろうか、スターあたり引いて取っていきたいなと思います。お願いします強い、もう早速スターだけ使って、あと全力でぶっ込もう。さあダッシュ盤地帯をなんとか通過して、またスターを使用して、いやー雷も頼むって、お願いします、お願い、来たー雷ちゃんと。でショートカットは使えないんで正規ルートを通るのみなんですけど、さあナマステさん、あーうざけんなよ、うざっ、あーちょテレサ、あーうざけ、ちょっと待って1位いける、いや待って2位かな、よーしよいやもうなんでこのテレサさ集中攻撃してくんね大声出してほんとごめんなさい、もうイヤホンで聞いてる方はね音量注意とねテロップを出しておくんで、いやーもう疲れてきた、早速2レース目からということでビリケツからストレッチして1位ありがとうございました。さあここは64じゃなくてスーパーファミコンレインボーロードの2次第3レース目やっていきましょう。人数がね増減が激しいんですけども、今回はガオを愛しガオに愛された男さんありがとうございます。簡潔にまとめたリクエストいただきました。ミーにヨッシーバイクボタンタイヤ、いや連続のハンゴーバイクはね 200cc においてはかなり難しい、しかもそこにプラスしてレインボーロードというねマリオカート初心者なら誰もが苦しむコースが来てるので、もうバナナ大きすぎだよ。そんなバナナバナナ王様王様さえよろしくお願いします。でカートがですね、カイトがですねこのコースではねあまり使う場面がないんですけど、一応紹介していきたいと思います。スーパーカイトの方ねよろしくお願いします。お前は今日3度目だな、3度目にテレサが来てるんですけども、いやーって間違えた、バナナ落ちちゃった、バナナ落ちちゃった。さあトゲゾも来たんで、さあとここでクラを引き、あー落ちる、あぶねもう扱いが難しいんだよな。お願いします、クラクション引いてほしい、いやーミドルコーラだよね。さあ当たります、後ろから美しゅう猫ピーチが来てるんですけども、間違いなく1位かな。さあドッスの横をくぐり抜け1位ありがとうございます。マルクスよっしょ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 、危ない危ないギリギリ、一度もね落ちずに、まあ、これが 200cc ねプロによる、攻略動画になればいいかなと思います。同じパートで2度もビッグブルー走るのはとても申し訳ない気持ちですが、今回は記念なので特別企画で
2回ともビッグブルー暴走していきたいと思います。そのためにはまずはコインを集めたいところです。おコージーさんいるじゃん。前回ねマルクスの敵っていうねタグをつけていたんですけども、特殊でしたね。ありがとうございました。今回もようこそ。ということで下ルートのショートカット、人間離れのショートカットはできないんで、今回変態ショートカットの方を決めていきましょう。で KK さんからですね、日本代表が使っていた過去マリオカート8、つまり Wii U の時代のカスタムをぜひぜひ使って、最強2大巨頭アイテム来ましたね。これはありがたいな。サンダー以外だったらもう何着ても無敵貫通ということで、モートンブルファルコンだね。皆さんこのカスタム覚えてますかね。僕はねサンダードリフトがねすごく思い出深いなと思います。サンダードリフトとかあとねじれかな、もう8デラックスではね廃止されたんですけども、1人回避いるけど追いつかないかな、大丈夫かな。 OK よし1位ありがとうございます。マルクスじゃあまた次2連続でビッグブレしたらワンパートで3回 DD になるから、それはね見てる側からも走る側からもつまんないんで、また違ったコースで予想していきましょう。さあ全員スタートダッシュ失敗してのレースになります。最後急上昇で 200cc 全レース無双する企画、最後はですねエキサイティングバイクしっかり楽しんで走り切ろうかなと思います。よろしくお願いします。で8無印でねもう一個ね使われていたカスタマイズ、ワクワクビートルモートンカスタムもあるんですけども、今回それも合わせて、あとアイテム即勝縛りも赤コーラ全部来る覚悟でやっていこうと思います。なんかねまたアイテム即勝やってくださいっていうコメント目立ってきてるんで、今回おおはいフラーボリオ家の達人マルクスなんです。そんなの無関係だ、よろしくお願いします。でコインが大事、このコインが物を語るレースなんで、コースなんで、まずきっちりお金を集める。お金は本当大事だからね、お金なくして自由なし。さあラスト半周か、ラスト1周ちょっとコースが短いからな、これ動画8分超えなかったらおまけをつけようかなと思いますね、広告挟めないんで。さあラスト1周ちょっと下水話してる。でサンダーのアイテム以外は、あ待ってこれアイテム即乗しなきゃ、反則しちゃった、やべ。さあやべ赤コーラ後ろか、ちょっと今はノーカウントノーカウントで、出し場乗ってイカスミ消しつつ、で2連赤引くのが絶対条件だな、ここ引いていきたいなと思います。でマイキーさん失敗してる。で赤コーラ投げて、あぶねあぶねやべ、あーちょっと、うわーカムイさんボムヘ怖かったな。まあなんとか再入賞できたから OK かなと思います。はい皆さん本当今回はね、急上昇に入れて本当に嬉しかったし、これからも 200cc ビッグブルーの、タイムアタック更新ねどんどん目指して、いつかワールドレコードをね取っていこうということで頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。